めちゃめちゃ広いこういう広場で野菜とかめっちゃ新鮮なの売ってるから、みんなもスーパーで買うよりこういうところで買った方がめっちゃ新鮮で美味しいからおすすめです。でも買うのはちょっと難しいです。今日もめっちゃたくさんいろいろ食材買いました。やっぱ結構市場は難易度結構高いから、最初はやっぱり台湾人と一緒に行ってなんかいろいろ教えてもらった方がいいと思う。じゃないと こんなお店に豆腐売ってんのとか、なんかえみたいな感じのところになんかいろいろ売ってたりするから、全然わかんないから、本当難易度高いなんかもう日本と全然やっぱ違うから、でもいっぱい買えて楽しかった